まあ大体38.6とか学び図のカリキュラムにあって、まあ、どんどんっていって、うん、まあ理数のレベルに最後は達したっていう。合格おめでとう。イエーイ、おめでとう、おめでとう。一緒の部活の2人に来てもらったわけなんですが、まずはお名前と通ってる高校と、受かった大学を発表してください。橋本幸太郎です。高槻北高校に通ってました。合格した大学は龍谷大学の経営学部と立命館大学の産業社会学部と食マネジメント学部と国際関係学部と経営学部です。受かりすぎ素晴らしいです。立命全勝男と。では、カズマお願いします。古石カズマです。出身校は高槻北高校です。受かった大学は近畿大学の理工学部と立命館大学の情報理工学部です。おめでとうございます、ね、まず最初に聞いていきたいのが、2人の成績の推移っていう風な感じなんですけども、まあ、学び図に入ってどうやって成績が上がっていったかっていうのを、教えてもらっていいですか。学び図に入ってからやっぱ基礎を徹底的にやったことで、ある程度までしかできなかったのがこうどんどんできるようになっていって、基礎があったおかげで練習したものもちゃんと自分のものにできるようになっていったので、着実に成績が伸びていったなっていうのは問題とか解く中で実感できるようになってました。お、困った教科とかってなかったの？古文とか最後まで間に合わなかったりしたんですけど、やっぱ古文は単語とか文法が大事っていう風にやっぱ学び図では言われてて、それをやっぱしっかりとやったら1月ぐらいから一気にバーンって伸びて、立命館の過去問とかでも8割とか9割がどんどん取れるようになっていって、すごいよ。で当日も8割9割ぐらい取れたので、やっぱり学び図に入塾して成績が伸びていったところかなと思います。なるほど。それではですね、次カズマですね、成績推移どうでしたか。英語が めちゃめちゃ苦手で、入塾する前の模試とかは40点とか30点とか、もう偏差値はもう言われないぐらいなちなみに偏差値教えてくれ。まあ大体38.6とかこれやばい、はい、説明とか言ってられないそうです。そっからどうなっていったんですか。学び図のカリキュラムが、最初英文法やって、でプラスで英文解釈のまず入門をやるんですけど、それを徹底的にやって、コンサルタントって相談してくれる人と一緒にやって、文法をどんどん上げていって、それプラス英文法と長文演習とかも兼ねて、どんどん伸びていって、まあ、理数のレベルに最後は達したっていう。いやすごいよ、かなり時間とかを勉強したんちゃう。まあそうですね、英文法に関しては。そうやな。次に聞いていきたいのは、大学受験において大切なこと。じゃあまずは幸太郎からお願いします。僕がやっぱ大学受験において大切やなって思ったことは、最後まで諦めないことかなっていうのはすごい僕は思って。間違いないやっぱり何回も逃げ出したくなったし、逃げちゃった時もあったりしたけど、そういう時にやっぱりこう学び図のスタッフの先生たちが励ましてくれたりとかしてくれたおかげで、最後まで頑張りきることができたのがやっぱり一番自分に大きかったなと思っていて、世界史とか全然間に合わなくて、1月入った時も残り1ヶ月しかないのに立命の過去問で6割とかしか取れなくて、コンサルの時に言っとったらやばいですと、やばい、やばくて、でも絶対もう間に合わせたるって思って、最後まで毎日毎日世界史ずっとやりまくってたら、当日7割5分を1日も切らなくて、悔いなく終わることができたから、最後までやり通すってことはすごい大事だなと思います。次はカズマ、どういうのが、はい、第一志望に絶対受かると思って勉強するっていうことですね。間違いない特にカズマとかやったらもう点数がなかなか出てない状態で立命バコンいったわけやけど、はい、そもそも、その学び図に塾テストっていうのがあるんですけど、それでも全然結果出なくて、プラス過去もやったけど7回ぐらいやって、最低で2回とか全然出てなかった、まあ、それでも過去問分析とか、めちゃめちゃ分析したんで、分析これめっちゃ大事だと思うねんけど、どういう風な感じで分析した、気をつけたこととかってある？英語に関しては、長文とかミスるんですけど、なぜミスったのかをまず考えるっていうのはもう徹底してやってましたね。なるほど。とか立命とか選択肢があるんですけど、その選択肢を、どこが間違ってるのかとか、合ってるところはどこが合ってるのかっていうのを確認して、数学とか理科やったら、間違えた問題の、その間違えたと似ている問題集のまた別の問題を何回もやったりして、問
問題を分析してます。なるほど。次に聞いていきたいのが、まあ、マナビズムに入ってよかったこと。マナビズムに入ってよかったなと思うことは、うん、基礎を徹底的にできたことだなと思っていて、その僕が入塾した時にたくまさんと最初話した時に、うん、やっぱ基礎をカバーしてほしいっていう風に僕は話したんですけど、 そこをやっぱコンサルとかを通じてやっぱ徹底的にやったおかげで、すごいインプットが多いからしんどかったけど、うん、それのおかげでやっぱ最後救われた部分っていうのはやっぱすごい多かったなっていうのは自分でも実感してて、例えば反転授業とかも英文法専用の反転授業があるんですけど、うん、なんかそれもなんか最初ちょっとこれいるかなみたいな思った時もあったんですよ、はいはいはい、でも最後までやったおかげで文法が5日中3日満点取れてしかも最後の反転授業でやった範囲とかも1名のテストで出たから、そのおかげで文法も苦手な意識もあったんですけど、うん、得意になることができたから、マナビズムは他の塾と違って個人個人で段階がちゃんと分けられてるから、うん、やっぱマナビズムに入ってよかったかなと思って、はいはいはい、自分のその苦手みたいなところに直撃でアプローチしてくれるっていうぐらい。そうですね。なるほど、わかりました。はい、それでは、次はカズマに聞いていきたいと思います。マナビズムに入ったところで一番良かったことは、うん、もう気軽に先生に聞けるんですよ、質問とか、はい、長文とか、うん、英文法とか間違ったところ もう気軽に先生に聞けて、はい、でそれでなんでこうなんていうのも全部答えてくれるんで、うん、もうそれがもうめっちゃ助かった。あ、そうなんや。それではですね、最後にサポートしてくれた、親御さんへのメッセージっていうのを、お二人からよろしくお願いします。まずは孝太郎。両親どっちもすごい仕事をしてて大変な中で、家帰ったらやっぱちゃんとご飯用意してくれたり、土日とかも自分が勉強しやすいようにサポートしてくれたりしたのはやっぱすごい、そのお父さんとお母さんが頑張ってくれたから、いい環境の中で勉強できたから合格できたと思うし、やっぱそういうところは受験中はちょっと自分のことばっかりであんまり考えれなかったけど、やっぱ受験が終わった今ほんまに恵まれてたんやなっていうのをすごい実感したので、1年間支えてくれてありがとうございました。まずお昼ご飯いつも作ってくれてありがとうございました。俺が入塾したいって言ったらすぐお金振り込んでくれて、いや本当に感謝しています。1年間ありがとうございました。まあね、大学生になってもいろいろ学びを止めることなく成長し続けて最後の大学生活を歩んでもらいたいと思います、はい、今回は本当におめでとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルの無料特典であなたに合った英単語帳診断というものを受けていただけます。いくつかの簡単な質問に答えるだけで君の志望校や特性に合った英単語帳を紹介します。概要欄に URL を貼っておくのでぜひ受けてみてください。では次回の動画もお楽しみに。